長尾実刑は、室町時代の長尾氏の人物。鎌倉長尾家と越後長尾家にそれぞれこの氏名を名乗った人物がいる。共に、同時代に生きた人物で、関東関領の上杉憲りに仕えてその変記を受け、また両名共に、長尾氏の通詞である、刑の字を使用したため、同姓同名の人物が、同時代に二名いるといった現象が起きている。なお、この両名はもに、 長尾慶ための夜叉後であり、三重慶定の関係にある。鎌倉長尾家の長尾実慶は、室町時代前期から中期にかけての武将。三内上杉家の火災。長尾光つまたは長尾県警の子として誕生。犬剣長尾家の出身で、鎌倉長尾市の長尾坊慶の子、影中が、母方の実家である、白井長尾市に養子に行ったため、実慶は、 冒涎の養子となり、鎌倉長尾家を継いだ。関東官領上杉憲りやその子、の忠に仕える。江ノ島合戦の責任を取った影中が火災を、尻族と実刑が変わって、火災となるが、鎌倉久保、足利重義氏によっての忠が暗殺された際、岩松も地区に襲われ着難、慶重と共に殺害された。次男、慶人は下屋国足利省に拠点を移し、 足利長尾氏の祖となっている。越後長尾家の長尾実刑は、室町時代中期の武将。大石夫妻は外村にあたる。越後国志五代、長尾国刑の子として誕生。父、国刑は、上杉坊朝に仕えておもんじられ、関東官令、上杉則真の信任も厚かったことから牽制を、振るった。また、実刑も、影響12年の有機合戦の際、 影響の乱で自陣した鎌倉久保、足利持氏の維持である春大丸、安大丸を捕獲するという功績を挙げており、関東管領の名城として上落して、室町幕府六大将軍、足利義則に仕えていた時期もある。ところが、上杉坊王朝の後継、某忠氏が足利持氏の場所、長年大丸を、新しい鎌倉久保にしようとしたところ、国慶はこれに反対したために、 某忠氏に疎まれ、法徳二年十一月十二日に切腹に追い込まれた。実刑は、信濃国で拒兵して、某忠氏に対し反乱を起こしたものの、某忠氏側の長尾来刑、飯沼頼康の軍に敗れて、越後熱チダの戦いで敗死した。三十刑定とは、曽祖,祖父の兄弟姉妹のひ孫、または万刑の子、長尾県刑の子とも、かのま信の子も参照。 ありがとうございます。